キビ団子は、キビの粉で作った団子。遅くとも15世紀末には、幼霊がある。犬には、キビ団子を与える桃太郎。デビット・トムソン英訳桃太郎早期の幼霊としては、山品カレー機には1488年3月19日に、キビ大公の記述がある。日保辞書にもキビ団子は、キビの団子と定義される。もっとも、上は、 キビ団子という呼び名での記述の話であり、昔、麦粉やキビなどの雑穀の粉を蒸してついた食物は、餅と称していたという考察が、江戸期の行商性の随筆にある。またこれによれば、今の餅は、本来、酸と呼ばれていたという。キビ国、特に、キビツ神社と、キビ団子という食べ物のと間には、少なくとも17世紀初頭までには何かしらのゆかりが、できていた。 これは、廃人、志田義秀、で、日本の伝説と童話に紹介される一種一句から、判明する。まず、細川雄才が、備中奇備津宮にて読めると、言葉書きで前置きした教科、神は、キネがならは死なればまず尽き手団子にした奇備津宮かなが、ある。古今恵比寿曲集に遷されている。この歌での、キネは、巫女と、蝶をかけており、キび子に砕くためか、 キビ餅を練るためかは不詳だが、ともかく、キビ団子の製法は、キネで疲れる手順があることが言及される。おそらく参経者には、キビ団子が振る舞われたことがあったのだろうが、当時すでに、キ別神社で売られていたとまで言い切る書籍もある。年代は下るが、似た内容の俳句に、備中国の信光が、キビで読んだ、餅行き日本一のキビ団子があり、こちらは、今山州に所集される。 シダは日本一のキビ団子の一句が大昔から桃太郎にはつきのと信じきっているゆえ、この俳句が桃太郎を指すことは動かしがたいと納得しているが、それは誤認であり、実際には日本一どころかキビ団子すらも俳句より数十年経た系統本でないと桃太郎の話に現れないという交渉を小池が行っている。桃太郎のおとぎ話では犬、雉、猿に、 きび団子を与えて、お供を得ることが知られている。また、元禄の,の頃までは、きび団子ではなく、とう団子等だったという考察がある。本来、団子や餅になるのが、餅きびで、歌詞の原料にされるのが、うるちきびである。草蔵氏の研究家である、小池東五郎が書本を比べて結論したところでは、初期の頃の桃太郎物語には、きび団子は登場しなかった。 元禄頃の桃太郎は、東団子であり、その他、きび団子以前の古い話には、大仏餅、行くよ、餅が出てくるという。また、きび団子に、日本一がつくのは、原文頃だという。島津久本なども、日本一の、きび団子の聖句が、当然、室町時代より、桃太郎伝説で成立していたと見ていたが、小池はそれに反駁したのである。ありがとうございます。